てなことで佐世保に到着。まずはランチからちょっとピッピッピッ。さあ、ここマルマン食堂がめちゃくちゃ有名なんですよ。これ食堂やろね。で、人気なのがカツカレー、すっごい美味しいんだって。だけど今日カレー食べに、私はカツ丼食べるけ。よし行こう。美味しいよ、だって車いっぱい止まっとるもん。それではマルマンさんで美味しいランチをいただきたいと思います。いただきます。佐世保までやってきましたよ、はい。でこのお店がなんと11時から2時でおしまいよ。3時間や、3時間勝負だ。そして一番人気なのがインターネットでカツカレーって書いとった。最近ねカレーのシーンが多いね。どうよ、うん、美味しい。でなんか丼物も美味しいって書いてあって、私は今日はね親子丼にしましたでさ、ほら蓋の裏にちゃんとお店のね書いてあります。いただきます。めっちゃ美味しそうね。3時間しか空いとらんけんね、うん、結構重いねめっちゃ入っとろ、うん、美味しい。うん、スプーンが欲しいぐらい。贅沢言ったらスプーンないとこや。私ねスプーンがないとね食べれんたすいません。うん、あんねん、ちょうどいい濃さ。薄いの使うんた、薄いの使う。でもって今回は佐世保はね何回か撮影に来てるんですけど、廃棄は初めてです。ありがとうございます。廃棄ね、なかなか廃棄って呼べないですよね。でも実は廃棄っていうのは佐世保で一番古い地区ですよ。知っとった？すいません。でそもそも廃棄っていうのがもともと奈良時代の筑前の国風土記、知っとる？それにねもう名前が出てきとったというその当時から奈良時代だね。その頃は早さの早いに来るで早きだったけど、それが今の廃棄に変わっていたそうです。てかさ、来るときはさそこの土地をちゃんと勉強してきてくれ。何回も言っとうけん私、本当に。今日もね道とか間違えてからね何回も怒ったという私運転が下手いけんね。でじゃあ、うん、うん、美味しい。でその廃棄には、昔はね赤線地区もあってですね、遊郭なんかもあったわけですよ。で駅はなんかもう綺麗になったんだって。昔はね明治の木造校舎のね駅とかがあったけど新しくなっちゃいました。まあどこもそうやね。諫早とかも綺麗な利用券知っとる？諫早、ええ、長崎は変わっていくね。結構ねたくさん入っとる。なんか質問してたまにはどうですかとか聞いて。どうですか？美味しいです。うん、肉がねめっちゃ弱いの。肉は染み込んでますか？うん、味染み込んでね。で濃くて美味しいじゃん。薄いのこんなん美味しくなかろうが、ね、うん。だってさ満席でさ駐車場とかもいっぱいだもんね。これが人気店みたいな、ね、しかも住宅街の中にあって多分普通にはね分からんと思う、ね、はい。うん、あ、唐揚げと唐揚げのチャーハン。長崎弁喋って。社会しか長崎弁って。長崎弁はなんかね何しようとか何とかな、何とかっさねって言わん。俺の先輩は長崎弁喋ったんだよ。何とかっさねって言わんか、なんて言っちゃうか。なんかねいや、さねって言うて、さねたザネ。なんか南にこうでさゆったりまったりで可愛いよね。やっぱ福岡とかなんか結構えげつないよねみんなね、うん、早いと怖く聞こえるし、ね、怒っとうように聞こえるけど怒ってないっちゃけど全然怒ってない、うん、美味しい、めっちゃ美味しい、ね、もう知らんところに行くの大好き。うん、
お水入れちゃう。8万円ただやないくさ。はい、12万円さあそしてやってきた廃棄駅。ここね、駅建て替わってめちゃくちゃ綺麗になってますね。綺麗ですよ、今時風味の駅。これ何が止まるっちゃろね、さっき話しとったっちゃけどね。でも綺麗、なんかすっきりしとる。旅館もあるよ、ほら、ね、すごいね。まだやっとる、ね、裏通りを行きましょうか。だけど昔なんか商店とかいっぱいあったじゃない。もうそこすぐ川やもんね。今の時間ね、めちゃくちゃなんか水が多かった。でもいっぱいあるよ飲み屋、意外に。ほんとやん、飲み屋やん。うん、あ、ここなんかある、つかね。チーズか。あ、ここがだから平戸街道なんだ、うん、いやなんかそれっぽい道かなと思ったけど、ここね、街道だって。ここすごいマドンナ。いや古いよ、塗ってこれやから。いやすごくない、ちょっと。いやいやすごいねこれ、建物。あ、奥にもまだある。すごい、やっとるの。こっちやってなくない？看板ないよ。本当なんか意外に。あ、ここもや、ジュン多いね。あっち奥にもあるよ、なんかやらしいお姉さんのイラストがあるよ、好きそうなね。めってあ、見てほら、ここもすぐ続いとる。石垣、なんかすっごいの入れてあるね、これ、うん、水がね、とにかくね、すごいっちゃん。建物古いね、この界隈ね。違う、うん、結構古い感じよ。そう、だけんここに全部刀っとったいね。ソイギンタってなんか聞いたことあるけど、何やったっけ。なんか聞いたことあるよ。ソイギンタって食べ物の名前やな、違うの。あ、ほらそうやん、メーカーって書いてある。ナイトラウンジハート、どんな人が出てくるかが問題だほらハートになっとるね。路地裏面白いね。うん、あっちも、あ、これほら街道っぽいやん、なんかわかる、覚えりも噛んでなんか街道だなみたいなあるっちゃん。なんかこうふにゃーっとほらね、そうそうそう、なんか配線にちょこっと似とるよね。なんかこうこんな昔の人は平戸まで歩いて行きよったっちゃろ。あ、これ古いよ。あ、なんか本当やね。でもこれ空き家、旅館や元ね、ぽいね、元旅館やね。これちゃんと門外前もあってさ、え、すごくない作りが。うん、いいよこの屋根が、いい感じ。
明日もいいやん。ね？もうやってないのかな。まあでももう旅館してもそげん今夜のね。パーマ屋さん、パーマネント。名前はしかもベラミですよ。これ現役や。何やらかんやらあるよ。わ、このテレビ見てん。これ、あたし世代じゃない。あ、世代やん。世代やろ。一番世代はもうまだ白黒やから。すごいね、これ。でもね、こんなんね、飾ってね、ちょっと花とかね、テーブル代わりしてもいいもんね。これ多分俺自体これは金持ち、金持ち。これチャンネルいっぱいあるやん、なんかいろいろこれ、うん、すげえ。ナショナル？違う、日立。画面意外にちっちゃいね。ちっちゃい。うん。奏でれなくそう。だって60代だから。じゃあ、近所の小売りで言ったら奏でれる。友達と。ふーん。ほーら素敵な。ね、路地裏。いや、いい、ここ。古いのも混じっとったり、でもお店意外にあるね。まだ続く。こっちもじゃないの？うん、あ、入ってた。あ、だけど、なんか、やってそうな店多いね。うん。スタッフ募集ってよ。ダメ、私たち二人。年齢で落ちてしまう。アウト。アウトや。あ、こっちもある。ほら。こっちも古いな。古い。あるもんやね。ちょっといい感じですよ。あ、でも本当に水すごいね、ここ。あれ。ねえ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 、この下見て、なんか、こんなんだけで支えとるよ。あ、こま、うん。ほら。え、意外にすごくない？うん、すごい。昔さ、ああいうとこにさ、バラックがあった。うん、あれ、すごいね。あの、話も古いね。ほんとや。広い。うん。この屋根の作り変わっとるね。うん。あ、ここにもランチあったんだ。すごいですよ。カステラってよ、長崎といえば。ポルトガル人が伝えたっちゃうね。知ってる？暗い。ねえ、なんか、なんでそんな暗いの？あ、ここ見てん？やっとる？あ、これ、うんか、あ、ちょっと。え、すごい。ああいう窓好き。いい物件ですね。何屋やったの、これ？何屋ねん。あ、旅館って書いてあるやん。旅館めっちゃ多かったっちゃね。だって街道やもん、うん、街道やから当たり前、昔ながら、そうそう、だけどここ通る途中でお泊まりとか、うん、一般の人たちは旅籠屋、うん、そしてお偉いさんは本陣、うん、でその家来たちは脇本陣、うん、ですね。これ昔からあったじゃない。それだ。あ、すごい、タバコ屋。ねえ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 、中見てお店、すごいね、うん、なんかいろいろある。金物やないって。なんか、漁業のなんちゃらって書いてるやん。ああ、だけや。すごい。なかなかないよ。あ、魚釣りの道具か。だから今釣れるって。絶対に。釣れるって。このタバコ屋、いいね。これは商店。お店かな？現役？なんとっちゃろうか。お父さん、レンガです。レンガ。レンガ出ましたよ。あ、いっぱいあるね。なんか。ビルもよね、そうよ。
やっぱでも、ね、駅前裏あたりとかはね意外にね面白いよ。これ昔喫茶店かなんかかな。ほら窓があるようなないようなね。うん、この曲がり方がもうほら街道やもん。覚えた街道の道なんか雰囲気的に。わかりました。なんかわかるやろ大体ね。まあまだ素人さんやから本能出てくるそう野生の本能が。本当ここ旧地名が中町になっとるね。のどかな町やね。でもね、うん、静か。橋渡ります。うわー大丈夫大丈夫。あ怖い。なんかなんで全然怖くないわ。でもね落ちても水やから下。うわすごいねこの橋。てかさ横すごいよねこれね。どこ？あーそうそうそう、石垣組んでその上からなんか焦げんやっとるね。いやすっごい建て方ねえ。あれね、わこのうちほら蔵かな。うん、わあいい景色だけど変わっとる。今までないねこんな作り。うん、今いるのが田子の浦というあの地区なんですけど、昔はここが遊郭の入り口だったんですよ。ちゃんとあの門があったんですけど、現在はもう何も名残もない状態。これ隣の通りも行けるの？うん、早くんとかやろ。うん、もう街もでも開けて綺麗になっとる。あ、ここか。こっちの方が通り的に古いよね。うん、怪しい名前のスナックやね。ね、こっちの方がなんか古いね通りが。あそこレンガになっとるよ。ほら、これ古いよ。うん、あ、こっちの通りの方が面白いかも。これ車で行ける？多分行けるちょっと行ってみよう。ほらこういうの細道とかなんか怪しかろうが、うん、お姉さんたちが昔歩きよったじゃない？いらっしゃいませ。騙されやすいけどすごい引っかかる、ね、いやいやいや、それそういうのじゃ騙されない。騙されるって多分。いやいや、女性に騙されたことちょっと寄っていきませんか？お茶でもいかがですか？素敵なアランドロンみたいなお顔されてますね。目も2つあるし。あ、この辺古いよ、ほら。あ、意外に、うん、あっちの方も。なんか新しい住宅とさ、古いとこがもう、ピシッと分かれとるね。うん、この地区は。ここはまだ、古い、ど古い。ど昭和のままやね。この辺とかすごいよ。結構ズタボロよ住んどらんけど、あすっごいね。古いね。うん、ズタボロ。でもさ、あんまりなんかバラックの集落とかないね。ここで終点か。これ抜けていけろもん。今日ずっと行き止まりやん。あ、道がある。ほら続くとよ、道はローマに。線路は続くよ。通り抜け禁止じゃん。でも抜けていくじゃな、みんな。竹やん、竹なんぼですから。関係者って言えばいいやん、その線路。ちょっと見えにくいの。でかいよ。でかい、でかい。すごいね、おっきいね。わあ、ほらほら。船のとこや。わあ、すごい。でかっ。でっか。
市もすごいけど造船所もすごいし全部すごいね。佐世保すごいよ、うん、いやこれなこんな見てたけど多分いいと思うよ、うん、普通見らんね。さあせっかく佐世保に来たんで佐世保バーガーを食べて帰りたいと思いますが奥を見てください。ねって結核大丈夫ねえちょっとほら見てよ海に向かってほら走ってゴー。綺麗めちゃくちゃ綺麗やんねえわすごいすごいね九十九島かよ。わあこれめちゃくちゃ すごいロケーションやね、うん、ね綺麗かろ。これ写真やるて1枚が5万円出た今日だけで16万円綺麗美しすぎてマイチングやね。1950年か。うん。行こう。おー来たー。見して。でかかろうが。ね。初めての佐世保バーガーでしょ。私は何回も食べとるね。じゃあいただきましょうか。さあそれでは福岡に帰る前に佐世保バーガーいただきましょうか。どうぞ。大きいね、やっぱりね。もっと気合えば入れて。もういっちゃない？もういっちゃない？さあ、そして。どうですか？これが噂の。佐世保バーガーですよ。あのソースがうまいね。めちゃくちゃ美味しい、うんうん、よかったね。お初やもんね、うん、あのまあやっぱマックとかと全然違いますね、うん、でこのお店の素晴らしいところはやはりロケーションですね。もうだってさ真後ろ海だよね、九十九島ちょっと見えてますけどめっちゃいい。海を見ながらこの美味しい佐世保バーガーをいただけるね、幸せやね。今日も良かったね、生きててよかった、必ずそう思うはずです。てかさ今日昼もめっちゃ食べとるやん太るはずやん大盛りかね。そう最近ね、てかねうちのグループね食べるシーンが多くって本当によう食べるよね、常に食べとる。うん、今日は何もいりませんわ。もうこれで十分やろ。大きいんで切ってこれ挟みましょうか。めっちゃうまいやん。これいいや、うん、これやったら大丈夫、ね、さっきのからガブリつけんけど、ね、うまいうまい、さすが。うん食べトマト、うん美味しい。